ただいま。おかえり兄ちゃん。ん？何？習字？うん、平安の三石にハマってさ。三石？そうか。三石の中でも藤原の行成がかっこよくってさ、世尊寺流の開祖で、しかも品言でもあるんだよ。すごくない？世尊寺、品言？へえ、すげえな。その行成が大義士の書を手本にしてたから、僕もそれに習って大義士の書で練習しようと思って。よくわかんねえけど、はじめ習字は好きだったもんな。うん、せっかく習わせてもらったのに、ちっともうまくならなくて。一緒に習ってた兄ちゃんはすごくうまくなったよね。賞とかもらったりさ。付き添いついでに習ってただけなのに、なんか申し訳ねえ。え、なんで？兄ちゃんが賞もらったりしたの、むっちゃくちゃ嬉しかったし、すっごく誇らしかったよ。はじめ。あの時はお手本が僕向きじゃなかったんだよ。大義士の書をお手本にしたら上手くなると思うんだ。お前のその前向きなとこ大好きだし尊敬するよ。頑張って行成とやらみたいになれよ。あのね、行成の書ってむっちゃ人気があってね。おう、しまった。10世紀京都御所。本日の勉強会は大義士の書の写しだ。おお、とうとう手に入れたのか。唐の国から本物の大義士の書。先に拝見しましたが、今までのは精巧な模写でしたが、これは間違いないかと。それで上達したらまた清少納言殿に文を書くのか、行成。そうですね、彼女はラブレターの練習相手になってくれるので。チケット入手困難なホッケ発行を駐座する変わり者と聞いたぞ。そんな女と関わって大丈夫か。気が強いだけだよ。彼女は中宮貞子様のお気に入りだぞ。そういえば貞子様が清少納言から行成のラブレターを取り上げたらしいぞ。え、いやマジで。な、何かやらかしてしまったのでしょうか。中宮様のお気に入りに手を出したと思われたのでは。逆だ。練習だから事務用紙で恋文を出すから不らち者と思われたのだろう。え、そんなことしてたのか。中宮のお屋敷。これは行成の書ではないか。さようですわ、中宮様。これを私に送れ。え、これで書の練習をしたいのです。もう中宮様、ずるい。え、姉上に行成の書は必要ないでしょう。私にください。ひらがなだけでなく漢字の習得も皇室の女子のたしなみです。次の文をもらいなさい。そんな、次のラブレターがいつ来るかなんてわからないじゃないですか。ちょっと想図の君、失礼な。そっか、平安時代って大昔だからコピー機も写真もないんだよな。全部人の手で写すしかないから、本も書もとても貴重なものだったんだよ。そっか、いい時代に生まれたんだな俺ら。そうだよ、だから兄ちゃんもいっぱい本読みなよ。それはちょっと。でも習字なら付き合ってやるよ。うん、一緒にやろう。